ユスニエル・エフライン、ディアス・エチェバリアは、キューバのハバナ出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、MLB のボルチモア・オリオールズ所属。キューバの国内野球リーグセリエ、ナショナルでベースボールのレオネスでインダストリアレスで、プレーした。2015年11月、ロサンゼルス・ドジャースと契約金1550万ドルで、マイナー契約を結ぶ。2016年、 参加のルーキー級アリゾナリーグドジャースでプロデビュー。A 級乱直カモンガクエークスでもプレイし、2球団合計で85試合に出場して打率。267、9本類だ、57打点、7盗塁を記録した。2017年は、A 級乱直カモンガと AA 級タルサドリラーズでプレイし、2球団合計で114試合に出場して打率。292、 11本類打52打点、9盗塁を記録した。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。2018年も AA 級タルサでプレーした。また、7月には、オールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選出された。2018年7月18日に、マニーマチャドとのトレードで、ディーン・クレマー、 ライラン・バノン、ザック・ポップ、ブレイビック・バレラと共にボルチモア・オリオールズへ移籍した。移籍後は、参加の AA 級、ボーイベイソックスへ配属され、移籍前を含めた2球団合計で97試合に出場して打率。285、11本塁打、45打点、12、盗塁を記録した。2019年は、A-9 アバディーン・アイアンバーズ。 A 級フレデリック・キーズ、A 級ボーイでプレイし、3球団合計で85試合に出場して打率。265、11本塁打、55打点を記録した。2020年オフの11月20日にルール5、ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。ありがとうございます。